江南中央駅は、神奈川県に横浜市江南区江南中央2にある、横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は B10。神奈川県道21号横浜鎌倉線の横浜市立江南中学校の前の地下にあり、神奈川県警察江南警察署や江南区、役所などの公共施設が集中する江南区の中心部に所在している。 当初は笹下駅として駅の建設が計画された。駅所在地の地名、江南中央通から取られた。元来の地名は笹下町であったが、1972年に江南区の観光庁が集中する、この地域に新町名である江南中央通が設置された。地下駅。鎌倉街道の地下に相対式ホーム2面2線を有する。地下1階に改札口。 コンコースなどの施設が置かれ、地下2階がホームとなっている。県道の南側に一番出口、北側に2番出口が設置され、うち2番出口には太陽光発電設備が設置されている。また、2番出口に隣接して、換気塔が併設されている。改札口に隣接した売店では、横浜刑務所の刑務作業製品や、地域作業場で作られた製品が販売されている。 1>, 1日タあたり、乗車人員の推移2019年度の1日平均乗降人員は19,627人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下記の通り。港南区役所旧庁舎と一番出口前のバス停。港南区役所や港南警察署、港南消防署などの行政施設が集中する。ありがとうございます。